こんにちは日建学院講師の宮崎真也です日建学院講師の吉野哲之です宅建試験は民法をはじめとする宅建業法など不動産取引に関連する法律から出題されます初めて勉強する人がよくわかんないんだよなぁとなってしまうのがちょっと難しい法律の用語ですこれを我々二人でですね 宅建試験に登場する基本的な用語を解説していきますので最後までご視聴ください。 それでは最初の用語なんですけれども善意と悪意についてですね宮崎先生特権試験って知ってます何ですかそれ <laughs> という状態が善意ですねわ知らないこと知らないことです善意,、うん、善意というのはいい人っていうわけじゃありませんからね、うん、そのある事実について知らないこれが善意ですねで特権試験についていやめっちゃ知ってるこれが悪意です単純に知らなければ 善意で、ね、知っていれば悪意ってことでなんかこう道徳的なにいいか悪いかではなくて事実を基準にですね知ってるか知らないかで悪意とか善意っていう言葉をね決めていきますのではい試験でもよく狙われる重要な用語ですのでしっかりと理解しておきましょう それでは続いての用語なんですけれども続いては恋と過失についてですよく試験でもね登場しますよね <laughs> 具体例的にどうでしょうかね先生例えばマンションを買おうとか、うん、借りようと思った場合について、うん、自己物件だった、うん、仲介をする宅建業者が自己物件であることを分かっていたのに教えなかったあ悪いですねというのはどっちになりますか、えー、それは 濃いですね。<laughs> わざと教えなかった場合が濃い。そうですね。ああの宅建業者の方があのちゃんと調べないでうん、うん、自己物件って気が付かないで案内しゃべはどうですか。はあ、それは過失ですね。<laughs> なるほど。これが濃いと過失の違いです。はい。あのわざとか簡単に言うとわざとかそうじゃないかっていうとこですね。うん、わざと何とかをしてしまったわざとこういうふうにしてしまったっていうのが濃いですね。で、落ち度があって。 その過失があるということでねワートじゃない、声じゃないっていうのがこの過失という用語ですよね特に過失については宅検試験で要求一体されますので問題文で過失によってという風うに出たら過失があってという意味になりますから合わせて押さえておくようにしましょうそれでは続いて 無効という用語についてなんですけれどもこの無効について例えばなんですけれども嘘でね契約をしてしまって契約がなかったことになるということがあったりします、まあ、もう少し具体例的な話で言うと、うん、宮崎先生どうですかねまあ例えばもう税金をちゃんと納めてなかったのでこれ差し押されちゃう可能性があるとあ<ー>でこれは大変だってことで容赦さんちょっと頼みなんだけどえ なんですか僕の土地や建物を差し押されられて取り上げられちゃうと困るから買ったことにしくんない見せかけ状態でしょうがないなぁでもんーオん ok 私も悪いよ<おー> <laughs> <laughs> とというう場合とかでですす仮想のの売買偽りのバイバイ契約そうですね、うん、よくあの民法で学習するテーマとしては「虚偽表示」ね「通報虚偽表示」というテーマではあるんですけどもやっぱりお互いね嘘で契約しちゃまずいですよねってことでなかったことににななっちゃう無効になりますね、はいまあ、このような形でその無効というのが民法でも登場するのでちゃんとこの用語ね押さえておきましょう。 それでではは続きまししてて今度の用語は取り消についすこの取り消しについて,ついて例えばある契約をした時にあやっぱりこの契約なかったことにしたいなっていう時に使えるのがこの取り消しというものなんですよね例えばなんですけれどもほら宮崎その不動産売らないとどうなっても知らないぞ。<laughs> 売ります <laughs> で、あの典型的な脅迫ってやつですね。うん、はいで、あの脅迫によって、例えば契約をしたっていう時には、脅された人はその契約を取り消してなかったことにすることができますね。宮崎先生、そのさっきやった向こうとの違いって何でしょう？向こうの場合にはもう最初からこう契約がなかった状態という扱いになるんですけども。 取り消しの場合には一旦ですねまあ脅されたとはいえ契約をして有効に成立しますで脅された被害者の方が取り消しをしますと言わなければそのまま契約は有効、うん、で脅されてしまった人が今度なしにしてほしいよって取り消ししますって言うと遡って最初からなかった扱いになるんですよね、うん、そうですね取り消しと無効もやっぱり違う用語ではありますのでちゃんと押さえていただきたいですね無効というのはもう鼻から契約が存在してないと で取り消しができる契約っていうのは一応脅迫だとか他にも騙されて詐欺っていうのもケースでありますけれどもその契約であっても有効にはなってますで嫌だったら後から取り消してなかったことにするという、まあ、そういうねあの権利となりますので無効と取り消しっていうのもちゃんとこうはねあの民法を勉強する宅検受験生ととししてはしっかり、ね、抑えないといけないところですよね、はい、ちょっと難しいよく似た用語については、うん、しっかりとその違いを比較して整理するようにしましょう。 それでは続きまして今度の用語は債権と債務についてです債権というのは一言で言うと権利何々してくださいと言えるものですね債務というのは義務です何々しなければいけないというものですよねでは具体例的に宮崎先生どうでしょうかね例えば、はい、私と吉野先生で土地の売買契約をしますうんうん、うん、なるほど私が土地を 売る側、はいこの場合私売り主側にとってみると売ったものを引き渡さなければいけないという点については義務がある債務ということになります一方で売り主については「代金を払ってください」という権利があります吉野先生代金払ってくださいこれは債権ということになりますそうですね私 吉野は買い主ですからいい主側にも債権と債務とと務うのが発生します例えば先ほどの売買契約で言えば私は引き渡してくれ、ね、不動産くださいっていう債権があるわけですで一方債務もありますこれは宮崎先生売り主に対してお金を払わなければいけないという代金債務ですねこの債権と債務という用語については実際の 本試験の問問題題でで、初めて見る問題文でこう瞬間的にあこれについては権利を持っている債権者だ、うん、あこれについては義務がある方の債務者だというふうに判断できるレベルまでちゃんと用語の意味を理解して使いいこななせるよううになっていくのが理想でですすね。うん、そうですね。そやっぱりその債権と債務というのは当たり前のように登場しますからそこをちゃんときちんと、ね、文章を読んであこの人債権者この人債務者という区別ができるようになっていただきたいですよね。うん それでは続いての用語なんですけれども当事者と第三者についてですこれも特に民法でねよく登場する用語ですよねはいよく出てくる用語ではあるんですが結構受験生の方が理解できてないうそういう用語になります例えば私と吉野先生が土地の売買契約をしましたこの売買契約の売り主になった宮崎は契約の当事者 売買契約の買い主になった吉野先生も当事者ということになりますでは第三者とはどういう場合でしょうかそうですね例えば今の具体例の続きで言うと宮崎先生売り主私は買い主ここは契約の売買契約の当事者ですね、うん、私がその宮崎先生から購入した不動産を誰か他の人に売却しましたで、その他の人を第三者って言いますよね、うん、もちろんそれは宮崎先生からの視点です宮崎先生からしてみればその 他の人は第三者で私からしてみればその他の人と直接契約してますから当事者になるんですけれども、まあ、このように直接そそのの契約に関わわっってていいるかどうか、どううれで当事者、者第三者っていうのが変わってきますよね。はい、この辺りをしっかりと理解できてないとテキストを読む時とか過去問題集の解説を読む時に理解が曖昧になってしまいますのでしっかりと基本用語を理解して学習を進めるようにしましょう。 それでは続きまして今度はですね対抗という用語を見ていきましょうでこの対抗なんですけれども例えばですねあ私宮崎先生聞いてくださいこの前東京の丸々市ですごくいい土地買ったんですよ、うん、どこ買ったのどこ買ったの、うん、丸市であの百平米ぐらいの土地で、うん、駅から徒歩五分ぐらいで,す、うん、で目の前にコンビニがあるんですえ,えそ、なんか俺俺も買ったやつだけどねえそんなことないでえ、よまさかあの高土地じゃないですかね ああひょっとして同じ年買ってるえでも私が先に買いましたよ。え僕のが先じゃないえそんなことないですよ見てください私には登記が,があるとですねこのような場合例えばですね私と宮崎先生が不動産を同じ不動産を買ってしまったとうん、うん、不動産の二重譲渡という事件に巻き込まれてしまったっていう。 そこでですね、まあ、もちろん所有権は1つしかありませんから私と宮崎先生で喧嘩しちゃいますね。じゃあそこでどうやって決着をつけるかというと今回のケースで言いますと不動産の登記これを備えていると権利として対抗。 することができますつまり自分が所有者なんだってことを主張できるってことですよね僕ないから負け負けです、ね、<笑><笑>ええええええってなっちゃうんですよね <laughs> まあこのようにですね対抗っていうのは権利を主張できるというふうにね考えていただけたらと思いますのでねよく試験でも対抗できるかどうかっていうのはね出てくるところですからちゃんとこの用語も押さえておきましょう勝てる場合には対抗できると、うん、読むようにしましょう さあそれでは続いての用語なんですけども「追認ですですはこの追認なんですけども例えばですね「パパあのね僕ねあそこの店で一番最新の高いスマートフォンを買ってきたんだよ!いー」。え <laughs> それ買おうと思ってたんですけど高いから僕諦めたんじゃないの <laughs> えー、でもパパ買ってくれるって言ってなかったっけ スマホははな、でで、もあれ高すすすぎる <laughs> もうしゃーないなもうか買ったこことにしてるわやわ <laughs> が追認です本当はですね、例えば未成年者の場合はそういった高額な契約とかっていうのは一人でできないようになってるんですけれども、うん、仮にですよあの今のように勝手にやってきてしまった本当はこれは取り消しができたりするんですがそこで保護者である親がやっぱりしょうがないいいよ認めてあげるよというふうに OK サインを出した時にはその契約が完全に有効になるってことですよねこの追認ということはですねもともとはこう取り消しができるような状態だったんだけどももうこれを本当に有効な契約にしちゃおうという場合に後からそれでいいよっていう場合ですよねしっかりと用語の意味を理解しておきましょう それでは続いてですね今度の用語は採刻についてですパパあのね僕すごく高級なスマートフォン買ってきちゃったんだほんまかルルルルルはいもしもし吉野ですあはいちょっとね今パパに変わりますのでお待ちくださいパパなんかねさっきのお店の人から電話なんだけどうんうんやね予かするわうんうん,うん、うん、はっはっはっえぇーえーえー ですかうんまあじゃあ車内でもそれで買うことにしま,す <laughs> <laughs> まあ茶番なんですけど今の電話ですね <laughs> あのお店側から催告があったんですよね。この吉野君が買ってきたスマートフォンどうしますっていうお電話でしたね。なんかこうなんか未成年の方が契約しちゃったみたいなんですけども「あのお父さんこれ買ったことで大丈夫でしょうか?」 って言われたので、まあ、しゃあないなと思ってね。あのー、それで買うことにしました。<laughs> そうですね。あの未成年者が例えばやってきたことっていうのは基本的には有効なんですけど、取り消しができると。でもお店側も未成年者が購入したらどうなるかっていう不安がありますからね。うん、そこで、さっきのようにまあ、親に連絡を取ったと、この契約どうするんですかと。 そこでね債刻があるということになりますでさっきの追認に話もつながるんですよね債刻、うん、があってじゃあいいよとなればさっきやった用語の追認もなりますので、はい、まあこの債刻と追認というのは一緒にね抑えていってもいいかなと思いますよねまあこの債刻についてはこう お店の人からしてみれば取り消されちゃう可能性があるとで不安定な状態ですので保護者の方にこう追認してくれませんかというふうに催告することによって追認がもらえればもう不安定な状態から解放されると、うん、もうこれでね安心して売買が成立したことになるってことになるわけです結構ですね民法において追認と催告という言葉は出てきますのでちゃんとこの辺はね押さえていただきたいと思いますはい。 さあ続いてなんですけれども今度は三つの用語です。直ちに速やかに遅滞なくというこの時間的な速さのね用語なんですけれどもあなた直ちにご飯作ってすぐ作るもう今すぐ作らないともううん頑張れ <laughs> 速やかにお風呂やってうんあのご飯作ったそなつでお風呂やるうんあとね遅滞なくゴミ捨て,てあゴミ明日の朝でもいい しょうがないな。<laughs> <laughs> こんな感じなんですけれども、時間的な速さで言うと、もう直ちにが一番緊急性が高いと。いうことですよね、うん。はい。その後に。速やかに。速やかに。で、最後に、この三つの中だと、遅滞なく、うん。まあ、なるべく早くっていう意味では。この共通するものなんですけれども、その。 どれだけこう緊急性が高いかってことで三つの用語を使い分けています。ただ宅県試験の受験対策上はなるべく早くぐらいの感覚でもこの三つの用語での引っ掛けっていうのは今までは少なくとも出たことがないので、うん、そんなに気にしなくても大丈夫なのでまあここでは軽くねイメージを持っておけば十分になります。うん、それでは続いての用語なんですけれども以上以下そして 超と未満についてですねはいこの用語については実際の試験問題でも引っ掛け問題が出てくることもあるとても重要な用語になってきます例えば1000以上とか1000以下以上以下の言葉の隣にですね1とかっていう数字単位があった場合その1という数字も含んで考えてきますねじゃあもう一つ1000超、1000超える、1000未満 の場合にはその1という数字を含まないで考えていかないといけませんよね以上以下のようにいという漢字があったらぴったりを含むということですねそうですね、うん、はいそれでは次の用語なんですけれどもまたはそしてかつですまたはかつについてまたはというのは どちらか一つを選ぶこと例えば宮崎または吉野ということであれば宮崎先生の講義、吉野先生の講義どちらかを選んで使う、うん、勝つといった場合には勝つといった場合にはですね宮崎と吉野を両方を使うそして両方で勝つ,勝つ <laughs> これで覚えていただけると嬉しいですね <laughs> そうですね、うん ではまたというのは選択的な意味合いがあってどっちかを選ぶで勝つというのはまあ両方というようなね意味合いで考えていただきたいと思います。宅見受験を目指す皆様、一つ一つの法律の用語の意味を理解することを大切にしましょう。 分かったを大切にして分からないことをなくしていくこれが学びの基本です一つ一つを丁寧に積み重ねていけば必ず合格を開始することができます一緒に頑張って絶対に合格しましょう卓研試験は簡単な試験ではありませんがコツコツ努力すれば必ず合格できる試験ですそして合格したことによって手に入れられる成功体験これが大きいです もちろん宅検試験を枠すると宅検師になることできますけれども宅検試験に受かりやった努力すれば枠できるんだというそのモチベーションがですね今後の皆さんチャレンジにもつながってきますのでぜひね頑張って枠しましょう宅検試験を枠して人生を変えましょう絶対豪華宅検受験新報は年4回春夏秋冬号の発売です 発見試験の受験に役立つ情報満載ぜひお読みください